れ様です。つるさん、ゆっさん、正太さん、キムさん、アンズさん、ギフトありがとうございます。みんなお疲れ様です。ああ、体が疲れた。今スープ飲もうと思って温めたんだけど、熱すぎて飲めない。ひながさん、めっちゃ美味しいって言ってたスープあるじゃないですか。あれをファンの方がプレゼントしてくれたんですよ。また飲めると思わなかった。嬉しい。こんばんは。うまっ、うますぎ。ガチで美味しい、このスープ。びっくりなんだけど。無理なんだけど、美味しすぎて。夜はスープだけ。そう、スープとささみ半分、ささみ半分、今思い出したんだけどさ、今日足りないメイク道具を買いに行ったのね。なのに買いたかったもの3つぐらい買うの忘れた。買いたかったもの3つぐらい買うの忘れました。高すぎ。明日雨。え、ねえ、なんか明日、え、なんかちょっと台風気味になるんですかね。風とかも強いのかな。いやね。やだね。結構がっつりなのかな。やめていただきたいね。土曜までずっと雨。え、今何曜日？え、1週間ずっと雨なの？やばくない？それ結構大問題、めちゃめちゃ大問題出すです。え、クロフェス雨だったらめっちゃ嫌だね。
傘持ってないの？傘持ってるよ。まだ週の始まり月曜、やばいね。土曜までやばい。じゃあなんかムシ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 な感じなんかな。やば、せっかくメイクしても髪の毛しても崩れちゃいそう。定期公演アメリツ高くない？え、確かにちょっとわかるかも。え、なんか定期公演向かうときさ、傘いつも雨で傘刺してるイメージあるかも。野外ライブで雨はそれはそれで燃える。じゃあめちゃめちゃ濡れまくろっか。めちゃめちゃ濡れまくろっか。まあじゃあ明日の定期公演も、確かに定期公演雨率多いかもな。なんか確かにそんなイメージあるかも。去年の10月の時は靴までびしょ濡れ。ねえ、やだね。みんな気をつけてきてね。明日久しぶりの定期公演なのでね。疲れた。なんか魔法少女サイトをまた一から見始めました。なんか TikTok で魔法少女サイトのあの動画流れてきて、もう一回見たいなと思って。もう一度魔法少女サイトを見始めています、ね、見始めているところです。ぜひみんなも見てください。ぜひみんなも見てください。暑い、暑すぎてる。本当に何話まで見て、3話ぐらいまで見たんだけど寝落ちしちゃって、起きたらなんかもう 何話かぐらいまで結構進んでた。ちょっと巻き戻してみます。巻き戻して見てきます。ちょっとこの後筋トレするの、筋トレしながら見よっかな。いやマジでね、本当にアニメを見ながら筋トレするのがめちゃめちゃいいことに気づいて、なんか最初は音楽聴きながら筋トレしてたの。でもそうすると別に音楽流してないよりはさいいけど、なんか別にそれでなんか長らくやってられるわけじゃないというか。でもアニメ見ながらやると気づいたらめっちゃ時間経ってるみたいな。もうそれに集中してるからなんかずっとやり続けられるっていう
メリットに気づきました。そう、そういうことに気づきましたので、おすすめです。え、待っていいの、シーディング顔色間違えたかも。え、間違えたかも。間違えたわ、絶対に。まあいっか、これで使えなくはない、使えなくはない。最悪シーディング顔色間違えた、悲しい。え、めっちゃ悲しい事実なんだけど、めちゃめちゃ悲しい事実なんだけど、ちょっと待って。今さ、買ったシェーディングの色をさ確かめたら違う色買っちゃったん。え、最悪、最悪。まあ、いっか、なくなるまで我慢しよう。俺は TCC 見ながら筋トレしてる。うわ、嬉しい、嬉しい。こういう許容範囲の色違い、うん、まあできる、できるけどあんまり嫌だ。あのね、前も話したことあると思うんだけど、シェーディングってその、まあイエベの人はあの赤みがかった茶色、ブルベの人はあのグレーがかった茶色をおすすめされてるのね、世間的には、世間的にはそれがその人の肌に合う色みたいな感じで、ひな、イーブなんだけど、マジでシェーディングだけは絶対にグレーが一番いいって思ってて、なんでかっていうとさ、影ってさ茶色じゃないじゃん絶対、影ってグレーじゃない大体、だからめっちゃシェーディングしてますよ感が出るの、めっちゃシェーディングしてますよ感が出るのね、イエベ用のシェーディングにすると。めっちゃやだ、めっちゃこの人シェーディングしてますっていう、その影として映ってくれなくなっちゃう、悲しい。お金無駄にした。まあ、我慢して使います。ちょっと、バカだね。バカだね。色ちゃんと見なかった。見てる、見てても間違えるのが私、本当にバカなの。めちゃめちゃ再確認したの。何を考えてたんでしょうね。何を考えてたんでしょうね。まあ使えます、やだけど。やだけど使えます。ちょっとあんまり良くないかもだけど、まあいっか。まあいっか。悲しい、マジで悔しい。え、超嫌なんだけど。超嫌なんだけど。助けて誰か。すいません、その色のところに違うの置いてあったとかかも。え、そうなんかな、いいな、めっちゃ確認して買ったのにね、わかんない、ちょっと覚えてないけど。他の用途で使えたりしない、しない、
シェーディングとしてしか使わない。シェーディングとしてしか使わないんだもん。シェーディングとしてしか使わないんですよね。まあ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 、まあ、そういう時もあるそういう時もある。はい、ほら限れ無理よ、頑張れと。こんばんは。じゃあちょっと短めだったんですけど終わりにしたいと思います。明日は夜恵比寿クレアットで定期公演ありますので、ぜひ会いに来てください。よろしくお願いします。雨とか降ってて思うんですけど、みんな気をつけて来てくださいありがとねん。おやすみなさい。ランキング読みまーす13位ゆずきちさん、12位村山やすしさん、11位あーちゃんさん、10位ひろゆきさん、9位ましおさん、8位しょうだいさん、7位きむさん、6位つるさん、5位かねちゃんさん、4位ティンバレラさん、3位ゆうとさん、2位けいわんさん、第1位アンドゥさん、ありがとうございます。ということで皆さん今日も一日お疲れ様でした。ありがとね。おやすみなさーい。